はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。ポップコーン争奪戦、今日が最終日ということで、さあポイント最後までゲットして報酬いただきたいと思います。今日はね、ちょっとプニプニをしながら映画の話をしたいなと思っています。年末映画妖怪ウォッチ空飛ぶクジラとダブル世界の大冒険だニャンというのがね、12月17日土曜日ロードショー始まりますけども、まあ、まだちょっと早いけどね。この映画なんとアニメと実写を行ったり来たりするみたいなね、内容だそうです。ちょっと想像もつかないよね。結構ね、人気コミックだとか人気アニメの実写化ってね、結構ありますよね。寄生獣だとかルパン三世とかね、モテキとかありましたけども、ちょっと今回の妖怪ウォッチって結構実写化難しいと思うんだ。まあなんていうんですかね、ウィスパーとか妖怪とかって実際の世界にはいないし、空飛んでたりするしね、ちょっとそのあたりどうやって再現するのかなというのが非常に興味あります。ストーリーとしてはね、桜ニュータウンに突如現れた空飛ぶ巨大クジラ、ホゲーっと響き渡る鳴き声とともにケータや妖怪たちに訪れた変化とは。ケータ、これが俺、引っ張ると痛い髪、手にはシワ、それから肌には毛穴まで。ニャンと突如訪れたのは実写の世界、ジバニャンたちも大混乱ということでね、実写のあのキャストも面白いよね。結構おなじみのね、知ってる俳優さんとかも出ていると思います。この妖怪ウォッチのね、映画も気づいたらもう3作目ですよね。まず第1弾が妖怪ウォッチ誕生の秘密だニャン、そして第2弾がまだこれは非常に記憶に新しいと思うんですけど、妖怪ウォッチ閻魔大王と5つの物語だニャン。結構ね、閻魔大王の時はプニプニともねコラボイベントありました。なかなか閻魔大王がゲットできなかった、まあ未だにゲットできてないんだけどね。この閻魔コインがね、なかなか映画見るとちょっともらえて、それでガチャを回せるんですがなかなか出ない。そして今回第3弾の妖怪ウォッチ空飛ぶクジラとダブル世界の冒険だニャン、おそらくねこれもプニプニとのコラボレーション間違いなく来るでしょう。しかもおそらくね、第1弾第2弾とね、何個かコラボイベント来るんじゃないかと思っています。それも非常に楽しみだよね。ちょっとどんな感じのイベントになるかはもう想像つきませんが、今回の映画実写パートとアニメパートっていうのはおそらくね、小さい子供から大人まで楽しめるようにちょっと工夫されているんじゃないかと思っています。さあ、イベントでゲットしたスペシャルコイン回していきたいと思います。できればね、これ一角が出てほしいんだよね。ヤマタンがね欲しいんだよ。さあ行きましょう。おっと、ゴールドのウィスパーから、おっとおねむのせいか、厳しいな、なかなか厳しい。それではイベントどんどんやっていきたいと思います。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方、最新の動画が見やすくなります。ぜひチャンネル登録をお願いします。画面下のチャンネル登録ボタンをクリック。ではまた会いましょう。